ここサッカーでも当たってもないのに痛がってる高校生を見たら残念なお気持ちになり、どうも好きになれません。どう思いますかあれですよね。あの、シミュレーションって言われるサッカーで、その、あの、反則をしたというのを、その、強調するために演技をするという行為っていうのが、プロとか、まあ、その、ワールドカップとかでもたまにやられるんですけど、いや、あれはもう禁止にした方がいいと思うんですよね。その、あの、まあ、 審判騙してでも自分のチームが有利になった方がいいよねっていうのはあの表向きはそうなんですけどそれを見た子供たちとかそれを見た人たちがそのチーム勝ったからいいじゃんって思うのかいやそれって良くないよねっていう風に感じるのかっていうのでで長期的にはそれって良くないよねって感じることの方が多分あの要はブランド価値的にも得すると思うんですよね。 要はその、あの、勝ちはどんな卑怯なことをしてもいいんだっていうのって、まあ、例えばその、あの、格闘技とかでも最近その、某 YouTuber の人が、そのなんか、一戦目はちょっと収めに行こうぜ、みたいなことを嘘ついて、いきなり本気でかかって勝った、みたいなのがあったんですけど、でも、まあ、あれって試合勝ったんだからいいじゃんっていう考え方もあると思うんですけど、でもその、試合に一個勝つことと、 その人が長期的にどうファンを作って、その、なんか、あの、自分がビジネス的に得をするかっていうのを考えると、結果としてあれ損してると思うんですよね。なんか、あの、要は、勝ったからいいじゃん。だからこの YouTuber すごいよねって言ってる人たちがいれば、多分彼、今時、今頃 YouTube で言い訳とかしてないと思うんですよ。でもまあ、僕まだ見てないんですけど、なんか、その、たまたまネットニュースで見たんですけど、なんか、その、一生懸命言い訳を YouTube の動画でしてるらしいんですよね。 なので、それって結局、その、勝ったはいいけど、やっちゃいけないことをやったよねっていうことだと思うので、なので、その、あの、ま、3年後に死ぬんだったら、もう勝ちました、イエーイで逃げ切ってもいいと思うんですけど、じゃあそのサッカー選手とかで、サッカーができない年齢になった後も、じゃあその後その、タレントさんだったり、じゃあインフルエンサーだったりとか、じゃあその会社経営者だったりとかって、いろんな形で人生って続くと思うんですよ。 例えばその中田さんっていうサッカー選手の人がなんか東畑の役員やったりみたいな形で全然サッカーではないところでも活躍したりするんですよね。で、まああの指導者としてやってる一郎さんみたいな人もいるので、なのでなんか長い人生で行けばそこの教育的な間違ったことをしないという方が僕は正しいんじゃないかなと思いますけど。